はいどうも、昆虫隊長八朔です。今回はね、こちらの標本について紹介していきたいと思います。これはうちにある、年代物っていうのかな、結構ね古い標本なんですよ。親戚の方からねいただいた標本なんですけど、今回こちら解説はできないんですけど、軽くねちょっと振り返って、どういったね虫がいるのかとか見ていきたいと思います。こちら右側が基本的に国産のやつで、左側にちょっと外国のやつがいるかなっていう感じですね。まずね、箱がもう古っぽい感じしますよね。もうこの時代ね、標本箱なんて概念が多分あんまなかったんじゃないかな。下地って普通はなんかこの発泡スチロールみたいなポリフォームみたいなやつで、なんかスポンジみたいなやつでね貼りさせるんですけど、これは厚紙ですもん。箱の上に厚紙敷いてそのまま刺すみたいなやつですね。これオオゾウムシですね。それからキボシカミキリかな。で、ゴマダラカミキリ、クロオカミキリかな。かなり古いですね。で、こちら日暮らしですかね。ラベル見てみると57って書いてあるんですよ。だから昭和57年だと思うんですよ。撮ったのがね。西暦で言うと1982年。ぐらいのやつですね。で、こちらミヤマクワガタのメス、昭和54年と書いてますね。で、アカアシクワガタのメス、ウスバカミキリ、ヒゲナガカミキリとかね。ヒゲナガカミキリなんて僕見たことないですね。まだウノコギリカミキリ、カミキリ屋さんだったのかな。いいカミキリばっかりですね。こちら35? ミヤマカミキリ。35って書いてあった今。55でしたね。1980年ですね。で、こちら行くと、上の方は、明らかに日本の虫じゃないですよね。海外の昆虫たち。どこから持ってきたんですかね。捕まえてきたのかな。こちらね、海外のカタゾウムシね。転足ガバガバですけどね。綺麗ですね。はい、今回ね、一番古いやつ、1949年。戦後間もないカミキリムシってことですかね。いやー、すごいですよね。こう見るとよく残ってるなって感じですよね。トガリ白帯サビカミキリかな。なんじゃそりゃ、初めて聞きましたね。で、トラカミキリですかね。何トラだろう。これなんだ、横浜って書いてますね。横浜で採れたカミキリ、クスベニカミキリっていうのかな。ちょっとわかんないな。あんま詳しくないんですよ、カミキリ虫も。これも黒カミキリですね。日光さんって書いてますね。はい。日光いつ取ってきたんですかね、親戚が。キボシゴマダラ、一般的なカミキリ虫ですね。で、これなんですよ。これ。ベニホシカミキリって書いてるんですけど、多分ベニホシカミキリっていうのが、南西諸島、石垣島とか、そっちの方にしかいなくて、で、これ多分ホシベニカミキリだと思うんですよ。で、これ産地、横浜って書いてあるんですよね。ホシベニカミキリ、横浜で取れたのっていう、僕の中ではかなり衝撃なんですけど、近年データとかあるんですかね、横浜で取れてるホシベニカミキリって。ホシベニカミキリって結構ね、あったかい方の、なんかちょっと珍しい印象しかないんですけど、横浜で取れるのかって感じですよね。こちら、アカアシオオアオカミキリなんですけど、37年8月3日って書いてますね。1962年。古っ。でも、そんな時代でもあんなにね、綺麗に残ってるんですよ。すごいですよね。はい、という感じでね、今回は年代物の標本を振り返っていくっていう形になりました。いや、こうしてみるとやっぱ昔の標本とかね、見るとすごくワクワクしますよね。どこで撮れたんだろうとか、こういったね記録にもなるので、標本ってすごい意義のあるものだったり価値のあるものだったりすると思うので、皆さんもね、今作ってるやつが何年か後に見つかって、おおってなることあると思うのでね、虫の魅力はね、後世にも引き継いでいきましょう。はい。